エディンバラのホグマネーで打ち上げられる花火ホグマネーは、スコットランドで大晦日を意味する言葉、また大晦日から1月1日の未明まで夜通しで続く祭りのことを指す。語源は諸説あるが、フランス北部の方言である、オギナネ由来とするものがある。この言葉は他にも、おぎなる、オギノのの、オギネットという変化型がある。おぎとは、新年の贈り物を意味するが、他に、 オーギメネ、オーギランヌフ、または、オムエーネが生まれるの意の添加説もある。アギーヤヌフという古フランス語であるとの説もある。これは、大晦日に交換する、贈り物のことをも指す。他にも、北欧諸語で、ユールに先立って行われる祝縁を意味する、ホッコオナット、ケルト語派で新年を意味する、ホグナスなどの説もある。起源についても諸説あり、1604年には、 モレー・エルジンの記録で、ハグマニーの名で言及されているが、古代に北欧から来たバイキングが持ち込んだとする説のほか、中世のフランス王国との同盟、オールド・アライアンスを契機として入ってきたものとする説もある。エディンバラの松明行列郷では、エディンバラとクラス号の二大都市では、ホグマネーをニューヨークのタイムズスクエアの大晦日並みに、大々的に祝うので、知られている。 寒さにもかかわらず、この祭りは多くの観衆を引きつけ、未明の時間を飲み騒ぐことでも有名である。マーケティングの効果もあって、見物客は年々増加し、チケットが入手できないほどになっている。幻想的な花火大会と松明行列がエディンバラ、そして他の多くの都市でも行われる。ホグマネーは、ハイランド地方、島しょ部に、独自のしきたりが見られる。また、 家庭での習慣にも興味深いものがある。かつての伝統的なの祭りでは、牛の皮をまとった人々が、杖で打たれながら村を駆け回るものがあった。その当時の祭りには、焚き火や火をつけた樽を丘から転がしたり、松明を投げたりというものもあった。動物の皮は杖にも巻かれ、その杖から出る煙が悪霊を撃退するのに大きな効き目があると信じられていた。この杖も、 ホグマネーと呼ばれる。ホグマネーの様子はテレビ局により中継されている。ハイランド地方の古い習慣では、ホグマネーを家庭や家畜のサイニングと共に祝う。この習慣が残っている地域は少ないが、今後復活する可能性もある。1月1日の早朝、一家の主人が死者と少女の浅瀬から汲んできた魔法の水を口にし、また家の周囲に巻く。 すべての部屋、ベッド、そして住人にまで水をまいた後、家の窓や戸をしっかりと閉め、白芯の枝に火をつけて、家や牛小屋の中を持って回る。鼻水や咳が出るくらいにまでいぶした後、窓やドアを開け放ち、新年の冷たくて新鮮な空気を入れる。家の女性は元気づけのためにウイスキーを食卓に出し、家族は新年の朝食の席に着く。 ストーンヘブンの火の玉転がし北東部のアバディンシャーのストーンヘーブンでは火の玉転がしが行われる。この行事では地元の人々が金網に古新聞や棒やボロ布やその他燃えやすい材料を詰めて直径60センチほどにして一つ一つに約1メートルの針金や鎖、不燃性のロープをつけ火の玉を作る。旧市庁舎の金が新年を知らせると たまに火がつけられ、参加者が自分の頭の周りで火の玉を転がしながら、ハイストリートを練り歩き、そして引き返す。最後に、まだ燃えている火の玉を港に投げ捨てて終わる。この祭りは、多くの人々の楽しみであり、見物客の人だかりができる。2007年から2008年にかけての祭りでは、1万2000の見物客があった。最近では、これに付随する呼び物として、 夜中まで待つ見物客のために火の踊りやバグパイプバンドの更新、そして海に火の玉を投げ入れた後に花火大会が行われる。この催しはインターネットで中継もされている。アウターヘブリディーズのルイス島では少年たちがいくつかのグループに整列し、それぞれのリーダーが羊の皮をまとい、他のメンバーは袋を持って村の家から家へと移動してゲール後の死を暗唱する。 家の中に招待されるとリーダーは火の周りを時計回りに歩き他のみんなが杖でリーダーの着ている羊の皮を叩く少年たちは次の家に移動する前に家の人からバノックをもらうバイキングの船のレプリカを燃やす儀式アップヘリヤーと呼ばれる火祭りが1月の最後の火曜日に行われるこれは1800年代の初期に始まったものだがここでは 街の人々がバイキングの格好をして、バイキングの船のレプリカを燃やす儀式が行われ、その後かなり大きな歓声が上がる。かつてバイキングに侵略された歴史が、今はホグマネーの目玉となっている。ファイフのフォークランドでは、夜中が近づくと、地元の男性が、松明行列に参加して、ローモンドの丘に行く。セントアンドリュースのパン屋では、ホグマネーの祝日用にケーキを焼いて、 子供たちに与える習慣がある。このケーキを焼く日をケークデーと呼ぶ。太陽の象徴を燃やすユールの儀式、ホグマネーには火を使う行事が多く、これもまたバイキングの時代や異教の時代に遡るものである。火は当時の後に戻ってくる太陽を表し、悪霊を撃退すると信じられている。ホグマネーの起源は当時の頃に行われていた異教の儀式に遡る。 古代ローマではサトゥルニアと呼ばれる快楽主義的な当時の祭りが行われていた。このサトゥルニアやクリスマスの12日間の起源となったバイキングのユールがスコットランドでの新年の祝典に入り込み何世紀もの期間を経て今のホグマネーへと発展していったのである。研究者はホグマネーはスコットランド人よりももっとたからブリテン島にやってきたバイキングから受け継いだもので 当時の時期の祝いであったという。シェトランドではバイキングの影響はもっと強く、新年は北欧の言葉に由来するユールと呼ばれた。ステーキと玉ねぎのパイ何世紀もの間、ホグマネーはスコットランドではクリスマスよりもはるかに大事な休日であった。スコットランドに根強いプロテスタントの改革派、特に長老協会がクリスマスをカトリック的であるとしたためと思われる。 また、産業革命の時代の労働者が厳しい労働条件のためクリスマスに休みを取れなかったからとする説もある。長老協会の関係者は、概してホグマネーにも不賛成であった。この引用は公式な教会の記録にある中で初めてホグマネーに触れられている部分である。周囲の一般人がホグマネーと叫びながら家から家へと渡り歩くのは スコットランド南部では普通のことである。また、ノルマンディでのホグマネーに似た習慣についても、スコットランドの教会に批判的な記録が残されている。ビガーのホグマネークリスマスが、スコットランドのカトリックと長老派信者の間で理解を得ても、スコットランド国教会は400年以上もクリスマスを祝うことを奨励しなかった。一方で、1月1日と2日は、スコットランドでは、 バンクホリデーで、ホグマネーはクリスマスと同じくらいの価値がある祝日であり、ニーヤデーを特別な料理、特にステーキパイで祝う習慣は今も続いているのである。スコットランドの中でも最も独自性の強い祝い方をしているのは、特にストーンヘーブン、コムリーそしてビガーである。軍隊や公共団体にも独自のしきたりがある。例えば、スコットランドの諸連隊では、 新年の鐘が鳴り、兵舎の入り口で、軍楽隊のバグパイプが行く年を送っている間、士官が祝宴で兵の給仕をすることになっている。将兵の交代では、こういうやりとりがある。誰だ新年である。異常なし。一般家庭では、家は、まんべんなく掃除される。暖炉は特に吐き清められ、また、茶葉占いの要領で灰を見て、前年の最後の灰は、新年に、 何が待ち受けているかを表すと信じられた。新年を迎えると、友人や他人に、いい一年を願って、キスをする。もともとは古い年の痕跡を払うという意味がある。また、新年の決意が述べられる。古いホグマネーの伝統の中でも、これは、確信の部分であるが、大騒ぎして飲み明かした朝、大抵の人々が口にする言葉は、もうやらないだが、 おそらくは1月の終わりまでには破られる誓いである。無論それを機に病むことはない。かつてはハンドセリングと呼ばれる新年の御祝儀、お年玉が新年の最初の月曜日に与えられていたが、今では廃れた。ファーストフッティングは年が明けてから初めてその家に足を踏み入れることで、スコットランドでは今も広く行われている。その家の幸運を確実なものにするため、 足を踏み入れる人物は男性で黒い髪の毛で、その男性は背が高くてハンサムという条件が加わることもある。これは大晦日に掃除を頑張った女性へのご褒美とも言われている。また、家が暖かく安全であるように、火を焚くための石炭、ショートブレッド、またはブラックバンなどを持ち込むのが習わしである。ショートブレッドやブラックバンはその年、 その家が食べ物に困らないようにという願いの象徴であった。これにウイスキー、また小さなケーキ囲いを持ってくる場合もある。東海岸の漁業都市やダンディでは、ファーストフッティングに飾りをつけたニシンを持ち込む。ホタルの光をホグマネーに歌う習慣は、スコットランド以外でも一般的になっているが、この曲はロバート・バーンズによって後に加筆され、 さらにその後曲が付けられたものである。深夜に時計が新年を知らせる頃、和になって腕を交差させて歌うことになっている。しかし、腕を組むのは最後の節が始まる時にのみである。歌詞がそのようになっているからである。通常、この決まりが守られているのはスコットランドのみである。ありがとうございます。